カナダのケベック州モントリオールで3月24日に終了した世界選手権。23日の夜に行われた男子のフリーは、シーズン最後を締めくくるのにふさわしい、ドラマチックな戦いとなった。米国のイリア・マリニンは、ヨアクセルを含む4回転を6本成功させ、フリーの世界シーンを更新して初優勝を決めた。フランスのアダム・シャオイムファは予想外の SP19 位という位置から、 総合で3位に上がるという前代未聞の離れ技をやってのけた。今季、本格的に怪我から復帰した鍵山優真は2年ぶりの世界選手権だった。SP はノーミス、フリーは後半のアクセルで転倒があったもののジャンプ、表現とも質の高い素晴らしいプログラムを滑りきり、3度目の銀メダルを手にした。多くの感動的な場面があった中で、 なぜか一番心に残っているのは総合4位に終わった宇野昌磨が見せたすがすがしい笑顔だった。やりきったような晴れやかな表情、SP はトップ3人がいずれも100ポイント超えというレベルの高い戦いの中、宇野は1位に立った。会場に来ていた元世界チャンピオンのパトリックちゃんは男子 SP のちに、昌磨はベテランらしい素晴らしい演技だった。 あれほどの演技を彼が滑りきったのを見たのは初めてかも。フリーもノーミスで滑ったら、おそらくこのまま彼が優勝するだろうと思います、と語った。だが3連覇をかけて挑んだフリーでは、冒頭の4ループで転倒。会場のベルセンターを埋めていた観客が、残念そうにどよめいた。続いた4フリップでステップアウトした時点でもう連覇は無理なことは本人も分かっただろう。 それでもその後、4等ループと3アクセルをそれぞれ2本成功させ、最後まで丁寧に滑りきった。決してベストな演技ではなかったが、宇野はやりきったというような晴れやかな表情を見せた。それは、この大会に来るまでに心から悔いのない練習を積んできたからだったのだという。宇野、自分らしいな、と思いました。今日までの練習を、もっとこうしておけばよかった、と思わない練習を積めてきた。 今日も自分が最善だと思うことを試行錯誤しながら本番に臨んで、結果的にうまくいきはしませんでしたけれども、まあ自分らしいなと思いました。これだけやってきても最後の一番大事な場面で調整しきれなかったところも、SP が自分にとっても結構良い演技ができたというところも含め、思い出に残る大会になりましたし、すがすがしい気持ちではあります。フリーの後、 ミックスゾーンに来た宇野は澄んだ眼差しでそうコメントしたただステファン・ランビエルに喜んでもらえる演技をしたかったんですけどもちろん彼はよく戦ったと言ってくれますけれど心から喜んでくれる演技をしたかったというのはあります4位に終わって表彰台を逃したことに対する悔しさはないのだろうかそう聞かれると宇野はこう答えた妥当じゃないですかそれだけハイレベルな戦いでした 今日までの練習が悔いが残る練習をしてこなかったですし、結果として振るわなくても仕方ないジャンプの内容だったと思いますし、ジャンプにフォーカスしてきたからこそそれが伴わなかったことは残念ではありますけれど、これから賞にも出させていただきますし、ジャンプと表現の両立というのもまた皆さんの前で見せられる瞬間があると思うので、その場で体現できたらなと思います。